近鉄八百二十軽電車とは、九百六十一年に登場した近畿日本鉄道が保有していた通勤軽電車の一系列。本項目では、その改造車で伊賀鉄道伊賀線で使用されていた近鉄八百六十軽電車についても記述する。九百六十一年に登場。車体の基本構造や主要機器は八百系を基本としているが、 点利線などの視線での使用を考慮して MCTC の二両固定編成となった。歯車比は5.47に変更され800系と異なっていた。側配置は D2D5D2 で、前面は貫通式、前消灯は二灯となった。同時期に登場した900系と同様に列車種別表示等部等独立方式となるとともに、客用扉は ラッシュ対策のため両開き扉を採用した。ただし、扉の寸法は、ラビットカーや国鉄100、主電動機三菱電機のメガバイトマイナス 3020B3 である。主制御機主制御機は、日立製作所製 MMCLTB20 バイトを採用し、1C4M 制御である。電気制度は停止用のみで、そもそも測用を備えていなかった。 終電装置等用電気製造 PT-45Q がも820型に1機搭載された。空気圧縮機 D-3 回 RK がも820型に設置された。ブレーキアマ RD を採用している。台車台車は近畿車両製で、それぞれも820型が KD-20B、空720型が KD-20C を装着する。 827回828回は、主電動機メガバイトマイナス3020で、主制御機 MMGLTB20 バイト1になった。登場時は2両編成2本を組み合わせた4両編成で、821から826回は800系とともに、奈良線特急、827回828回は、当時の奈良電、京都近畿日本奈良間の特別。 料金無料特急に充当されていた。新井駒トンネル開通後は900系や8000系などの大型車の登場により、全編成が京都、柏原線で使用されるようになり、同線の急行や普通で運用した。小回りがきく利点も活かして、2連で急行運用に入るという場合もあった。また800系とは異なり、丹波橋を経由した京阪電気鉄道への乗り入れにも、 使用された。1968年の河川電圧6 0 0トから1 5 0 0トへの昇圧工事の際に、電動発電機とコンプレッサーが TC に移設された。主制御機は MMCHT20A になり、低使用電気制度を撤去して空気制度のみにされたため、奈良線に個枚製の勾配区間での運用はできなくなった。 1973年に実施された柏原、天理線の車両限界拡張の際にドアステップの延長が行われている。京都、柏原線の車両限界拡大後は徐々に、生駒線、田原本線での運行に使用された。1975年の8 0 0系8 0 7回の京都線新放送の山田川間の横転事故発生後、 復旧した714から807と4両編成を組んで使用されていた。この際は800系側に貫通路改造と、そもそも側制度回路の撤去が行われたが、820系には改造を行わなかった。1984年に825から828回が860系に改造され、伊賀線に転出した。 タワラ線に残った4編成のうち、821.823、824回は1993年に860系に改造され、伊賀線に転出し、822回は、その直前に廃車となり、形式消滅した。1984年より、 伊賀線車両近代化のため南大阪線用6800系の台車と主電動機を流用して4編成が860系として狂気化されて伊賀線に移った。しかし当時、田原元線では信号時、大輪電管にあった急曲線の緩和工事の遅れの関係で20メートル車の投入が不可能であったことから、同線に820系を残す必要が生じたため、 計画が変更され、残る4編成は改造されず、代わりに800系改造の880系に、編成が伊賀線に移った。なお、本系列の狂気改造に際し、不要となった三菱電機メガバイト -3020B 電動機及びその駆動装置は、名古屋線線系の WN ドライブ加工時に再利用されている。なお、 タワラモト線の急曲線の緩和が880系投入よりやや遅れて実施されたため、1990年7月1日より20メートル車の運用が可能となったことから、同年より820系として残っていた4、編成も、淘汰対象となった。8400系三両編成グループのワンマン改造により、タワラモト線では820系が不要となったため、 1993年からは、タワラ線に残っていた三編成を、冷房改造の上、伊賀線に転出し、先に伊賀線に移った車両も同じく冷房改造が行われた。その際に880系は廃車された。転出の際に、内外装材の交換や、前面窓エッジゴム支持の固定化、ステンレス化粧体の撤去、ドアステップの拡張などの改造が行われた。 冷房装置は1 1 4 0 0 k ー s カーで使用されていたものを流用している。820K 以降、近鉄では一般用18メートル車は導入されなかった上、伊賀線の急曲線及び車両限界や狂気であることなどの特殊事情ゆえに他の主要路線で使用されている20メートル車による代替が困難な状況が続いていた。 825回改造の864回は2004年5月に廃車され、ひどい切り線で解体された。伊賀線は赤字解消のため、2007年10月1日、上下分離方式で近鉄が第三種鉄道事業者として従来通り線路や駅舎などの施設や車両を所有して補線などの管理を行い、近鉄出資の子会社、伊賀鉄道が、 第二種鉄道事業者として、施設と車両の対応を受けて、運営、運行する方式へ移行し、伊賀線所属の本系列はそのまま同社に対応される形となった。その後、沿線自治体側は、合併特例祭により伊賀線の車両の更新を実行し、代替車両として、東京急行電鉄より1000系を譲り受けし、200系として2009年12月より運行を開始した。 これに伴い866回が2010年2月、865回が同年7月にそれぞれ運用離脱し、同年8月までに廃車、解体された。867回は2010年3月に、861回は2011年2月に、それぞれ運用を離脱した。861回は運用離脱後の5月3日に、さよなら運転を行い。 7月末までに両編成とも廃車解体された。2012年3月10日には最後まで残った862回と863回が運用を離脱した。7月8日に上野市伊賀神戸間で862回を用いたさよなら運転を行った後、両編成とも7月下旬に廃車となり、7月31日から8月1日にかけて、 解体処分され形式消滅となった。これにより、伊賀鉄道で運用される車両は200系に統一された。伊賀線登場当初は、マルーン一式だったが、その後、マルーン色と白色のツートミへ塗り替えられた。1997年により、忍者列車として2編成を、漫画家、松本レイジデザインの忍者などのイメージに合わせた、特殊ペインティングを施して注目されるようになった。 忍者塗装は861階が緑色、866階がピンク色をベースとしており、行き先表も忍者塗装らしい仕様のものが装着された。これらの車両はフジテレビ系のテレビ番組トリビアの泉素晴らしき無駄知識でも紹介された。また、2009年2月には863階がマルーン一色に銀色の飾り帯を入れた820系登場時の 塗色に塗り直された。同年8月8日からは862回が旧型車で昭和30年代まで使用されたダークグリーン一色に塗り替えられ昭和レトロトレインとして運用開始。どちらの編成も2012年7月の引退までその塗装で運行された。上記のうち大阪府都市開発 5000K 以外は松本の作品銀河鉄道39をモチーフにした。 ものである。近鉄860軽電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。